お待ちかねの方たくさんいましたよね。埼玉選挙区で日本共産党の予定候補者である伊藤岳さんからお話をいただきます。伊藤岳さん、赤羽駅ご利用の皆さん、こんばんは。あなたの声が政治を変える、あなたと力を合わせ政治を変える、参議院埼玉選挙区でお世話になっております、伊藤岳でございます。今日は山添拓さんとご一緒にこの場所から川を越えて訴えにお邪魔させていただきました。私、最近一番腹立たしいこと、あの有名になった保育園落ちた日本死ねというブログに噛みついた東京の参議院議員がいます。こんなの落書きだ、産んだのはあなたでしょうと言いました。とんでもない発言じゃありませんか。私はこの方に言ってやりたい。生まれてきた命を守るのがあなたでしょう。そしてこういう不謹慎な議員はこの夏の選挙で国会をしたのは私だと言わせなきゃいけないんじゃないでしょうか。この間各地を回りますと、あまりの政治への腹立たしさからテレビの安倍総理を殴ってしまったという方たくさんいらっしゃいます。中には壊しちゃったという方もいる。もったいないですよ。2ヶ月後の夏の選挙でこの総理大臣引きずり下ろそうじゃありませんか。野党共闘が実りました。安倍政権を打倒する選挙、野党と市民が力を合わせて安倍政権に退陣していただく選挙であります。どうか皆さん後押しをよろしくお願いいたします。この野党共闘に安倍総理も随分噛みついてます。選挙のためなら誰とでも組む無責任な勢力だというんです。あの方にだけは無責任だという言葉を言ってほしくなかった。自衛隊員の命を守ることに無責任なのはどなたですか。憲法を守ることに無責任なのはあの安倍晋三内閣総理大臣、無責任の極み、あの方に無責任という言葉は言ってもらいたくありません。負けられない譲れない戦い、市民の皆さんと戦い抜く覚悟でございます。どうか東京で山添拓さん、埼玉で伊藤岳さん、朝はいらない、どうか国会へ送ってください。よろしくお願いいたします。安倍政権を打ち倒した後にどういう新しい政治を作っていくのか、私ども日本共産党山添拓伊藤岳は、上げるべき税金は消費税ではない、まずは富裕層大金持ちの税金を上げるべきだ。そして正社員が当たり前の賃上げや社会への矢を確実に放っていく。国民の懐を温めれば暮らしと経済は間違いなく良くなっていく、こういう政治に転換をしていきたいと思います。あの大震災を経てもなお安倍総理は消費税 10% への増税に執念を持っておられます。その代わり軽減税率をやると言ってる。軽減税率なんて言葉皆さん使ってほしくないですね。何か軽くなるんですか、何か減ることになるでしょうか。庶民の負担を本当に考えるんであれば消費税 10% への増税そのものをきっぱりと中止をするべきであります。日本の税制は本当におかしい。年収1億円を超えますとね、
納める税金がだんだん負けてもらえるんです。こういうところにこそ私は適切な税課税をかけてまいりたいと思います。正社員が当たり前の賃上げ社会、政治のやる気一つで実現できます。大企業には300兆円を超えた内部留保金から、中小企業の働く皆さんにの賃金につながる中小企業助成予算がアメリカと比べて23分の1、これ増額をする。そしてさらに政治が最低賃金を1000円1500円に、同一労働同一賃金に、こういう仕組みを作っていけば間違いなく正社員の流れ、賃上げの流れはできていくではありませんか。そして私、安心して働き続けられる社会への転換にも全力を尽くしてまいりたいと思います。その一つは、保育園をした日本死ねとは言わせない国、保育所の待機児ゼロ、特養老人ホームの待機者をなくしてまいりたいと思います。この待機者という問題の根本には、保育士さん、介護労働者の賃金があまりにも低い、平均賃金より10万円も低いという問題が横たわっています。今野党共同で5万円の賃上げ法案出しました。5年後にはせめて平均賃金並みに、つまり保育士さんと介護労働者の賃金を今より10万円引き上げてまいりたい。私はこういうところに国の予算を投入するべきじゃないかと思います。待機児という問題を放置して、オスプレイなんか買ってる場合じゃないですよ。政治を変えましょう。税金の使い方を切り替えて参ろうじゃありませんか。そして二つ目は、これ以上の大学の学費値上げは許さない、給付型の奨学金制度を作ってまいります。私この間奨学金学費の実態調査を行ってまいりました。そこで出会った24歳の社会人の女性の方、大学時代はアルバイトを3つトリプルバイトしながら奨学金を借りて、なお足りないお金を補っていたと言っておられました。最後のバイトは深夜3時まで働くスナックのバイト、それから若干仮眠をして一元の授業を受けていたと言っていました。社会人になってからは手取り14万円の中から奨学金の返済で2万円、家賃で5万円、家財などを買ったローンで2万円、水光熱費で1万円、もう手元に起こるお金は3万円ちょっと。飲みの誘いも断って食費を切り詰めていると言っておられます。そしてこの方、最後に、私将来のことは考えないようにしてるんですと言いました。将来のことを考えると暗くなるから考えないんですと言うんです。これから社会を担おうという若者がこんな状態に置かれていて、いい仕事ができるわけがない、国の未来を作る被害が湧いてくるわけないじゃありませんか。私は大学関連予算増やし続けて、10年後には国立も私立も今の学費の半分にしてまいります。 OECD 諸国でアイスランドと日本だけという給付型の奨学金制度がない、返還の必要のない奨学金制度を実現をしてまいりたいと思います。どうかこの仕事、日本共産党に働かせてください。よろしくお願い申し上げます。安倍政権を倒した後、どういう政治を進めるか、もう一つ国民連合政府を作ってまいります。戦争法廃止の政府です。戦争法廃止し、そして県民と都民の誰一人殺させない、立憲主義と民主主義を取り戻してまいります。今南スーダンに派遣されている自衛隊の任務が格段大きく広がりました。ところがこの南スーダン、木の枝にロープをくくって足を吊るして人を殺すようなことが行われています。窓のないコンテナに何人も押し込めて
見殺しにするということが行われている。政府軍が民間人を虐殺する、こんな状態が続いているようなところに日本の自衛隊が任務拡大で出てきたらどうなりますか。間違いなく撃たれます。武器で応酬することになるじゃありませんか。戦争状態に落ちるんです。戦後71年経って再び日本人の戦死者を出すわけにいかない。私は誰も殺させることはできないと思います。私たちの国は安倍晋三の国ではない、独裁国家じゃないじゃありませんか。ドイツに戦争法廃止のために力を合わせてまいろうじゃありませんか。憲法改正も安倍総理は隠さずはっきり言っています。緊急事態条項を書き加える、総理大臣が国民の自由や権利を奪える、そんな特権を彼に与えるわけにいかない。日本共産党へのお一人お一人のご支持ご支援が、東京で山添拓さんを参議院に押し上げ、埼玉で私伊藤岳を国会に押し上げていただくことが、戦争法廃止の政府の扉を開けます。憲法改悪へのフリー切符を与えない確かな力になります。どうか東京と埼玉ダブルで勝利をさせてください。以上で私の訴えを終わります。ありがとうございました。伊藤岳さん、ありがとうございました。学校の皆さんも大きな声援ありがとうございます。それでは続いてはですね